朝ドラ「めっぴりさんあらすじ予告」第6話昭和17年「すみれ女学生」10月8日土放送分危機物語昭和17年1942年7月花が亡くなってから8年17歳になったすみれは親友の多田,田涼子と田坂公恵と共に 女学校で手芸クラブを作り、手芸に没頭する日々を送っていました20歳になった百合は女子大を卒業後は父の会社に入社するつもりでいました一方父の磯谷は坂東営業部の経営の一切を野上正造とその息子の清に任せ自身は貴族院議員として方々を奔走その頃、戦時下の坂東家は 家の使用人たちを解雇せざるを得ない苦境に立たされていました解雇された使用人には明美の母で女中の松も含まれていましたそんな中清氏に招集令状が届きます清氏の出生にショックを隠せないスミレはその時初めて自分が清氏に恋をしていることに気がつくのでした